皆さんこんばんは、ゆうさんこと川本ゆうでございます。新型コロナウイルスの影響で、ソーシャルディスタンスというものをね取りながら今日もやっていかないかなということでね、放送業界も非常に頭を悩ましながらテレビそしてラジオを送っている今日この頃であります。さあ今日のパートナーご紹介しましょう。保育総合研究会事務局次長の川崎誠さん、通称まこっちゃんです。よろしくお願いします。川崎です、通称まこっちゃんでございます、ね、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあまこっちゃん、はい、6月に YouWave という、サイトですね、我々動画のコンテンツはむちゃくちゃありますので、それをいろいろ一つにまとめたという YouWave を開局したんですが、まこっちゃんなんかお気に入りの動画とかありました？ね、僕がね出させてもらってるこうやつもありますけども、カタリズムもしっかりとカタリズムのページがございます、ありますし、はい、僕もちょっと出させてもらってるんですけど、僕個人としてその、すごく私にヒットするのはやっぱり、美和館、ユウさんの美和館カンパニー、それのやっぱりね、もう900回以上、ね、やられてる18年、ね、ぐらいですよね。あの KBS でもネットしてた時期もありますし ね、はい、僕はもうその時からの、視聴者なんで、はい、だから昔のやつをやっぱりなんていうかな、出さない人ってちょっと今社会的にちょっとね、そのいろんな学校の歴史とか、はい、映画の業界の歴史とかっていうのをこう、あんまりこう歴史を遡るっていうことをよしとしないみたいな風潮があるんでね、タレントでも過去の映像を避けてくださいとかね、そういうことです。私全部見られてもどっちゅうことないですからね、それでもう古いやつもう見てた、もうそれこそやっぱり昔のメンバーね、レイカーズとか森谷くん、それとか高代ちゃん、高代ちゃん、あと岩入、わー懐かしいな、そういった人たちのやつをね、また再度ね、YouTube でまあ綺麗な画像でね、見れるっていうのは、まあもちろん歌ウォーズもそうですけど、歌ウォーズもリマスター版、絵も音も綺麗になってますからね、なりましたね。僕、まだおいでやすクロスロードしか聞いてませんけどね、皆さんもぜひ YouWave 放送局 YouWave で検索していただきますと、もちろんカタリズムのチャンネルもありますし、私が長く続けてるテレビ番組の美和館のチャンネルもありますし、皆さんぜひチェックしていただいて、古い映像とかもね、楽しみにしていただきたいなと思います。そしてメッセージもね、この YouWave のメッセージ欄から、送れるようになってますので、ぜひ送ってきていただきたいと思います。さあ、今日のテーマは、今日はですね、ロックという、くくりで言うとすごい広いんで、何がロックやねんっていう話もなろうかと思うんですけども、一応ロックと、で、これをちょっと設定させていただいたのは、もともと6月やから語呂合わせやったんですよ、もともとが。今日は収録日6月9日やからまあロックに消化てなもんや、っていうのがまあもともとそうやったんですけど、実はもうちょっと専門的なね、僕の専門分野のところで言わせてもらうと、小学校上がる子どもたちの前、保育園幼稚園の子どもたちの教育領域っていうものが実はあって、これ国が定めてるんですけども、ここに表現領域と言われる領域があるんです。それに基づいて、教育するんですけど、その表現領域というのは2つあって、1つは絵画とか制作したりとかっていうのが1つ、もう1つが実は音楽なんです。へえ、上層教育にすごくええいうことね、だからやっぱりその音楽というのは人の育ちであったりとか、そういうことにものすごくいい意味でね、影響を及ぼすものであるっていうのが、もうこれ国も推奨してるわけですから、そういうことで今回6月語呂合わせあったんですけども、そういうことも頭に浮かんで、やっぱりもう一つは最後はやっぱりゆうさんと何かの機会の時に音楽の話だけをしたいなっていうのをちょっと思ってたんで、そうちょっと時間足らんと思うんですけど、いやこんなもう1ヶ月全部ロックでもいけるからね、なかなかロックをしっかり語る機会も減ってきてるからね。そうですね、今はね時代的にそういうとこがあるんで、早速やけどね、こういうのあるんよ、ロックよりジャニーズさんまあ分からんでもないね、そうですね、福知山市の方、ロック、結局ロックってどんな意味なんですか、基本的なことですみません。まこっちゃんはロックの定義はどういうふうに考えてます？僕がもともと中高ぐらいの時代に遡ると、もともと
あの前にもねちょっと話させてもらったことがあるんですけど、うん、その頃にいわゆるヘビーメタルというヘビーメタ分野が出てきたんですよ、はい、でその前に位置してたものが、うん、実はあのキスであったりとか、はいはい、ローリングストーンズであったりとか、うんうん、この辺がやってたのが、うん、実はロックっていう、うんうん、いわゆるちょっとヘビーメタルの前っていう、うん、そういう形それと、うん、あといわゆるロカビリーの間この間音楽のイメージで言うと、うん、そういうような形なるほど、ね、っていうことですね。あの、まあ、ロックという大きな川を遡るとブルースに突き当たると、ブルースっていうのはもう3コードの12小節のもの、それにエレキ楽器そしてドラムスなんかが開発されていくことで8ビートのあの、うん、どうしようもない、揺らぎというかね、衝動的なもの、それがまあ音楽的ロックなんですが、まあ、私なんかはねどっちかというと、まあ、歌詞とかその世界観の意味でね、うん、やっぱり反抗すること、体制迎合しない、そしてやっぱりノーということ、うん、目の前のラインを一歩ずつ超えていくこのチャレンジ精神みたいなことが大きな意味でね、ロックかなと思いますね。うんうん、そうですね、うん、あの私の息子が、まあ、7歳なんですけどね、あのポール・サイモンが好きで、ポール・サイモン、ポール・サイモン聴いてるうちは安心やったんやけど、はいはい、最近ジョン・レノン聴き出してこれはやばいな思って、ちょっとまずい方向性ですね、そっち行ったらあかんぞとそうなんかこういうエピソードで皆さんも分かってもらえるかなと思いますが、さあデビッド・ボーイ派の、かなみさん、草津市の方、音楽の聴き方っていろいろあると思うのですが、うん、アーティストで聴くか楽曲で聴くか、お二人はどっち派ですかと、うん、なるほど、僕は、うん、実は曲で聴かないんですよ。おう、あのアーティスト派なんで、私もまさにそうです、はい、多分あの曲単発でっていう、まあ、一発すごいヒット曲があるとかね、はい、そういう方もいると思うんですけど、うん、やっぱり僕としては、うん、やっぱりあのアルバム全体で見る、うん、でこの人がニューアルバム出したからこれをこの人のニューアルバムを買う、もう昔で言うとレコードですよ、レコードですよ、ね、全く同じやねあの僕も楽曲では聴かずに、例えばポール・サイモンであるなら、ポール・サイモンがこの時代に何を考えて、その時の時代背景がこういうベトナム戦争に対して、やっぱり大きな若者のうねりがあった時やからこういう曲を書いて、そして70年代に入ってこういう世の中になった時ポール・サイモンはこう思ったから書いて、うんうんうん、というような、なんかね電気と一緒に音楽を聴くのがすごい好きなんですよ。エリック・クラプトンにしてもすごいもうドラッグに溺れてしまった時代、まあジョージ・ハリスンの妻を寝取った時代、いろんな時代があって、そこでこういう曲書くかと、あの子供がねビルからマンションから転落死して、エリック・クラプトンの場合はその時にやっぱり Tears of Heaven とか作ったとかね、なんかそういうねエピソード話がむっちゃ好きで ね、やっぱりエピソードのやつもね、やっぱり、うん、あのそれのその後のやっぱりアーティストの人たちの中でもやっぱりあの天国への階段とかね、はい、今ふと、はい、頭によぎったんですけど、うん、あのやっぱりいろんなバックグラウンド背景があって、うん、また、うん、あのバンドなんかで言うと、もう僕らのその高校ぐらいの時代の時にはこの人とこの人が辞めて一緒にやり始めたとか、あるね、またこっち戻ったとか、うん、あのそういうので ある意味活性化じゃないですけど、そのぐらい多分その時代ってあの音楽シーンが世界的に見て多分元気あった時代だったと思うんです。そうやね、あの日本でもあったんよ、テンプターズの証券が、タイガースのジュリーとピッグっていう、バンド組んだとか ねだからそういう系譜とか見るのは私もすごい好きでね。そうですね、やっぱり、うん、この人と組んだんかとかギャグもあるんですよ、うん、あのこのギタリストすごいええなと思って、うん、いやもともといやこっちにおったんかい、うん、とかね。ああそうそう、ローリングストーンズのローンウッドはフェイスにおったわけやからね。あのローンウッドがね、あのちょっとローンウッドの話をすると、うん、確かね誕生日6月1日なんですよ。あそう、うんうん、ほんで僕は熱狂的なストーンズのファンではなかったんですけども、うんうんうん、じゃあなんで知ってるかっていうことになると、僕がね中学の時にあの
ロッド・スチュワートがね、はい、ソロアルバムでパンドラの箱っていうものを出したんですよね、はいはいはい、でこれを出してその時に、まあ、ギター弾いてたのジェフ・ベックなんですよね、うんうんうん、でもともとロッドもジェフ・ベックグループにいた。そうですね、でほんでロンウッドはその時にベーシストとしてジェフ・ベックグループにいたんですよね、うんうん、それがストーンズに最終的に移る、うん、そういう面白さですよね。これがいやだからロンウッドなんかはね、ロッド・スチュアートの背中も見てたし、ミック・ジャガーの背中も見てるって、むちゃくちゃ、立場やな。もう羨ましいですよ、本当に。さあということでロック話は話がつきません。この後はインフルエンサーの登場です。オリエ君なんかまたちょっと お茶でも水でもいいし、と一つちょうだい。トビオ前です。はい。トビオ前、4、3、2。インフルエンサー丸裸。さあ、この現代社会突如現れた新しい職業、インフルエンサー丸裸。24歳京都から配信している綾夏と申します。フラット立ち寄れるそんなルームを目指し、ほぼ毎日17ライブで配信してます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。綾夏、17ライバーなんやね。はい、毎日やってるの？ほぼ毎日頑張ってます。何時から何時まで？夜の19時から22時を基本ベースに。それ毎日やってね。はい、すごいな。でも OL さんでもあるわけでしょ？はい、そうですね。ほなもう時間全然ないやん。そうですね、もう6時に家に着き、そこから急いで配信準備をしてっていう感じなので、ほぼ、はい、自分の時間はゼロですね。だから、まあ、我々の世界でいうと3時間の生放送毎日帯でやってるようなもんやの。はい、そうです。きついっすね。僕も用事ません、頼まれてもいいです。何を17ライブではやってるの？そうですね、今は基本的に雑談が多いんですけれども、うん、みんなからもらった歌のリクエストを練習して、1日まあ2曲から4曲ぐらいは、うん、はい、歌ってます。ほな、綾夏、あの歌歌って言うたら、それ練習して次にはやんの？はい、はい、そうですね。へえ、ちょっと歌声聞かせてくれない？うん、聞きたいですね。じゃあ、はい、すごく熱狂的に私の歌を推してくれてる人のリクエストの曲なんですけれども、はい、うん、ミーシャさんの Everything の、じゃあサビオワンフレーズ、はい、はい、You're everything, you're everything、 あなたが思うより強く、こういう感じ。おもともとじゃあカラオケとかでうまいうまいって言われてたやな。はい、そうですね、はい、それで調子乗って17ライブやりだしたんや。はい、そうです。あ、そう、歌ライバーっていうの？そうですね、歌ライバーとして、うん、17の17ミュージックっていう、はい、音楽ライバーが集まってる分類のチャンネルがあるんですけれども、うん、そこにも、ま、所属をしていて、うん、はい、本格的に音楽ライバーとして。でも、はい、17ライブみたいに直接的に、まあ、投げ銭入れていただいたり、はい、コメントをもらったりするのは、はい、やりがいはあるんやろうね。そうですね、すごくやりがいもありますし、うん、実際こう直で私の元に思いだったり考えだったりっていうのが届くので、うん、はい、すごく励みになります。うん、はい、それで、リアルにはお会いしないわけやね、そういう人たちとはね、はい、だからあくまでライバー17ライブ上のお付き合いということで、はい、あくまでもオンラインという形ですね。うん、だまあ今日のテーマロックですけど、やっぱこういう歌の表現の仕方っていうのもあるんや ね、昔も考えられへん状態だったんで、ね、やっぱりお客さん少なくてもやっぱ人前でね、やってミュージシャンは育っていくわけないけど、どういう人が見てるかってわからないじゃないですか。わからないですね。それはもう慣れなんかな。
そうですね、こう慣れなんですかね。逆にその我々のように人前で歌うということは経験はあるの？は、全くと言っていいほどないゼロです。そう、はい、これからの夢は何ですか？これからの夢は、アーティストとしてデビューしてソロライブツアー、うん、オリジナル曲だけでソロライブツアーをすることが夢です。そんなもんむちゃくちゃ人前で歌わなあかん、はい、それはそれなのか。に向けて今こう順番に、はい、ステップアップの途中ですか。だから昔やったらレコード会社のオーディションを受けたり、うん、ライブハウスで地道にやっぱりお客さん集めるようになってとか言うんやけど、うん、そういう道はもう選ばないんやな。そうですね、まずはそのスタートに立つために17ライブでトップになりたいですね。うん、あ、そうか、はい、17ライブがやっぱり一つのハードルで、はい、そこでトップに立てへんようなやつがミュージシャンになれるかいう話やな。そうです、はい、なんかまこちゃんこんな世界あるんやな。そうですね、もう僕らの時なんかね、もう まず最初なんてあの高校の学祭ですから、スタートが、うん、もう僕なんてそうでしたから、もういきなり人前でしたから。そうやな、下手くそなくせにあの人前っていうのがベースやったんで。でもね、あのそのしょうもないバーかもしれないけど、その時の拍手とか、その時の歓声がね、我々なんか音楽のなんていうか取り憑かれてしまって、いまだに人前で歌ってるっていうことなんやけどね、でもまあコロナとかがあったら、はい、そういう17ライバーって理にかなってるかもしれないね。そうですね、オンラインライブみたいなものも ね、プロのミュージシャンの人たちなんかもね、このコロナ禍の中でこうされたりとか ね、そういうのもあるんで、一つの新しい道かなって ね、形音楽のね、まあ、ぜひ17ライブでトップ立ってね、はい、人前で大きな声で歌えるように、はい、メッセージを KBS ご覧のというかお聞きの皆さんに、はい、メッセージをお願いします。はい、ぜひ17ライブをまずはインストールしていただいて、あやなつと検索していただければ、毎日7時から配信してますので、ぜひまずは1曲ぜひ歌声を聞きに来ていただけたらなと思います。はい、ありがとう。京都やからね、はい、京都の女の子なんで、ぜひ応援してほしいと思います。はい、まあ、あやなつは今日のテーマロックというのはなんかどういうふうに思いますか？正直こうどこまでがロックという括りなのかっていうのは全く分からなくて、基本的にはこうやっぱり J-POP っていうものをすごく多く聞く、まあ年代なのかなと思うので、ね、なんかロックという音楽で世の中を変えるとかいう世界はあんまりやっぱりピンとこないのかな。そうですよね、もう多分それはもう時代がね、もう去年まあ、話題、去年あったと思うんですけど、話題になった映画でボヘミアン・ラプソディありましたね、はい、あれで僕奥さんが行きたいということで、見に行ったんですよね、うんうん、でその時にもう感覚としてその奥さんが見た感覚と僕の感覚がもう全く違って、うん、もう僕なんかっていうのはあれライブエイドなんですよ。そうやな、うんうん、であの当時確かにフジテレビやったと思うんですけど、うん、もう日本でも衛星で流して、いつみさんやってはったもんな。そうです、そうです。ほんで、うん、中継やってたのがいつみさんが やられてて、それでもう次の日にうわ OG がブラックサバスが復活したぞとか、もうそういう話やって、うんうん、それでやっぱり僕らはそういう世代やったんで、うん、そういう見方をするんですよね、うん、やっぱり奥さんなんかはその、まあ、彼の病気の話とかね、はいはいはい、そっち側の方に行くんですけど、うんうん、やっぱりあれ今思い返してもやっぱり世界的にああいうような流れっていうのがもう本当にすごいあった、活気があった時代、セックス、ドラッグ&ロックンロールで ね、やっぱり不良の象徴のようなロックはイメージがあって、Don't Trust Over 30 っていうのもあってね、もう30歳以上の人なんか信じたらあかんと、あいつら全部体制側のやつやと、30歳以上信じるなとか、そういうスローガンがまあ、まことしやかに、うん、流れていたというね、そういう時代やからね、じゃあちょっとそういう時代の、まあ、これぞロックというのを1曲聴いてもらおうかな、ローリングストーンズのサティスファクション。
こんな音知ってんの、あのやつ。全く知らない。ローリングストーンズ。ストーンズって知ってる？知らないです。寂しい。ワンダイレクションとか有名どころは聞きますね、うん、はい、それこそこうアップルミュージックのトップ10とかは聞きます、うんうん、はい、ミック・ジャガーとかも知らんねんな。知らんねん。ビートルズは知ってるの？知ってます、はい、ビートルズは知ってるけどローリング・ストーンズはやっぱり知らんねん。ビートルズは音楽の教科書に、ああ、持ってるので。なるほど、そうか。1964年のナンバーですね、ザ・ローリング・ストーンズでサティスファクション聴いていただいております。私ゆうさんとまこっちゃん、そしてインフルエンサーはあやなつでお届けしておりますが、あやなつがやっぱりストーンズは知らないねんね。はい、ビートルズは知ってても。ビートルズは知ってますね。やっぱり教科書に載ると強いんやな、はい、本当はストーンズよりビートルズの方が不良なんやで。あ、そうなんですか。うん。もうミック・ジャガーなんかむちゃくちゃ計算高くて賢くてあそこまで行った人、いまだに生きてはるしね、キース・リチャーズにしても。そうです。ジョン・レノンは40歳で銃に撃たれて死んだわけだからな。まあロックな生き方はどっちかというね、論争なんかもありましたが、さあじゃあ一ついきましょう。60年代今のストーンズですね、60年代ロックが世界を変えたと飲んだらいつも言う上司がいるんですが、おるなこういうおっさん。いますね。注意せないかな。どういう意味でしょうかと。ビートルズは一応知ってますという森山氏の34歳の主婦の方。ロックが世界を変えた、まあ、いろんな意味はあると思うんですね。ロックビジネスが巨大化したっていうのもあるやろし、まこちゃんどうやろ、その60年代70年代の音楽が何を変えたんやろ。そうですね、やっぱりウッドストックがありましたよね。 はい、あれ69年ぐらいだと思うんですけども、はい、うん、それで僕が本当にこう、これはおじとかね、うん、おじの世代なんかで言うと、やっぱり古い話になりますけど、妻乞いとかね。妻乞い、はいはいはい、吉田拓郎さんとかかぐや姫とかね、で、うん、吉田拓郎が人間なんてを2時間歌ったぞとか、人間なんてだら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 ずっと歌ってた、うん、そういうような形があって、うん、やっぱり一つのやっぱり日本においてもこう社会を変えていくムーブメントの一つになった若者、うんうん、それまではね、上から言われることでのこの縦社会というのは言い過ぎかもしれませんけども、その中でやっぱり若い人たちのそのパワーを音楽で表現をするっていう、はいはいはい、考え方とか、ね、そうですよね。だから60年代の前半っていうのはね、まだあの子生かしてる、デートに誘う、僕あの子と付き合ったぜイエイみたいな曲ばっかりやったんや。ビートルズでさえそんな曲ばっかりやったんや。それが65年66年リボルバーの頃から、ジョン・レノンが小野陽子と付き合い出してからおかしなってきよったんや。
もう僕たちは戦争は反対ですとかね、そんな政治的なことを言うってなことは考えられなかった。でも日本でも高石智也さんとか岡林信康さんとかがそういう世界で音楽の中にイズムを入れ出した。政治であったり考え方であったり、そこにあのビートとともに若者はバーッと大きくなびいた。それが集まったのがウッドストックであり、つまごいであり、そういうなんていうか現象やったよね。そうですよね、やっぱりあれがもうだからイメージで言うとね、今のもフジロックみたいなフェスティバルとはね、ちょっと違った感じですよね。政治集会に似たものがある。確かにその通りだと思います、ね、だからそういう意味ではそういうムーブメントのおかげで、まあニクソン大統領も退任に追いやられたり、ね、やっぱりベトナム戦争の終結というのも若者のムーブメントやったんかなと思いますけどね。あとこういうのも一個言っときましょうか、はい、ロックの歌手はミュージシャンとアーティストどっちが呼び方しっくりいきますかと。枚方市の方、綾夏は音楽してる人のことミュージシャンと呼んだりアーティストと呼んだりするけど、どっちがしっくりきますか？ロックはミュージシャンの方がしっくりきますね。ああそうかそうか、はい、ああなんで？なんででしょう、うん、ギターを弾いてる人はミュージシャンなっていうようななんかイメージが、まあ、音楽する人やからな、はい、ありますね。おまこちゃんはあのね、うん、逆なんですよ。僕のこれ僕の考えね、うん、ごめんなさいね、うん、やっぱりね本当に僕の若い方時代の時からっていう時からは、うん、ミュージシャンという言葉は使わなくなったんですよね、うんうん、アーティストになって、うん、いわゆる、はいはい、昔はミュージシャンばっかりやった。そうですそうです、うん、ほんでアーティストいわゆる表現者のような、うんうん、そっち側の形でやっぱり使われる、うんうん、例えばヘビーメタの例えば、ギターソロを一つとっても一つの表現、うん、表現方法として出す、ベースラインにしてもそうですし、うん、っていうアーティストっていう形で言われ始めたのが、うん、そのぐらいの80年代ぐらいかなとは。あのね、一番最初にアーティストと呼ばれたのはジョン・レノンですよ、うん、ミュージシャンっていう音楽をするだけのカテゴリーからアーティストという世界を変えていく存在になったのはやっぱりジョン・レノンからやと思います。ほんでやっぱりジョン・レノンはアーティストなんですよ、うん、でもミック・ジャガーとかキース・リチャーズはミュージシャンなんですよ、うんうん、ひたすら音楽が好きでね、音楽奏でてるだけなんよ、うん、でもある種ボブ・ディランとかジョン・レノンっていうのは音楽だけをやってる人じゃなくなってしまってるんだね、うん、もう例えばボブ・ディランはもうノーベル賞とノーベル賞というか、何やったっけ、賞取ってしまった、ね、ノーベル文学賞だったかな、ノーベル賞か、うん、ノーベル賞を取ってしまったしね、そういう意味で言うとなんか音楽をやってる人だけにカテゴライズされない存在の人がすごく増えていったというか、 U2 のボノとかもそれに当たるのかもしれない。だから単純にギターを一生懸命弾いて音楽が大好きやっていうの人はなんか僕はまあ未だにキース・リチャーズとかロムッドなんかもうミュージシャンやなと思うよね。うん、だからまあそこでミュージシャンとアーティストの考え方っていうのはやっぱり出てくるのかなと思いますね、これも一応宣伝がてら読んどこうかな。ユリアさんに なりたい40歳 OL 草津市さん、ユウさんのカモン不動産音頭見ましたよと、音頭だけどロックを感じました、特にラストということで。ありがとうございます。温度を作りましてね、まこちゃん今U-WAVE のトップに乗ってますけどね、出てますね、はい、まだ1回しか聞いてませんけど聞かせていただきました。綾夏も聞いとくように、はい、しっかりとぜひ温度という日本古来のビートを保ちながらも最後ちょっとロックンロールブルースになっていくところをちょっと言ってくれてあると思いますが、ぜひ確認、カモン不動産温度の方もぜひよろしくお願いします。30秒開けます。はい、
いいかな、はい、4、3、2。さあ、ゆうさんのカタリズムエンディングとなりましたが、先ほどのカモン不動産温度、ぜひね U-WAVE 放送局 U-WAVE のトップページに貼ってますので、皆さんもチェックしていただきたいと思います。さあ、今回のラジオステーションは滋賀県大津市石山にあります石山肉割烹であります、店主の門前さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、もう夏になってきた ね、 来ましたね。楽しいことしたいな。したいですね、うん、なんかこう今年はちょっとねイベント系が ね少なくなってくるんで、はい、なんかできないですかね。なんかこじんまりしたイベント、うん、例えばユーストンを使って、はい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 、ちょっと食と音楽のイベントとかやりたいですね。なあ、あれ屋上、屋上も使えるよ。使えるんですか。使える、使える。なんかやります。やりましょうか。マコトホンダプロデュースするか。ああ、いいですか。僕がしていいんやったらもう喜んでさせてもらう。ね、あの飲食店業界非常に今大変ですが、はいはい、踏ん張りどころですね、門前さん。そうですね、うん、もう逆になんかいろんなこういろんなアイデアとか、うん、こういろんなこう挑戦とか、うん、していかないともうできないんで、うん、いい機会かなと思ってますけど、ね、まあ、石山肉割烹でもいろんなメニュー開発とかテイクアウトとかもやってますのでね、ぜひ、石山の肉割烹、門前さんのところにいらしてください。門前さん、今日のテーマがロックなんやけど、はい、門前くんはロックっぽいな。僕ロックなんですよ、実は。そうやな。はい、どうもロックって聞くと なんか連想すること。ロックですか。連想するもの、いやでもやっぱもう心ですかね。あ、ハードですかね。そう、やっぱりロックを基本的に分かってる感じするよな。はい、なあ、そうです。僕結構ロック好きです。あ、そう、はい、さっき今出てましたけど、うん、キスとかも大好きなんで。あ、ほんま、実は、はい、おいら、ああいうのにもうかぶれてしもってこんな人生になってしもったよ。ほんまに、あの青春時代返してほしいわな。クラシック聴いてたらこんなならへんかったよ。そうそうですね。さあ、ということでね、今日はロック語ってまいりましたが、あやなつちゃんいかがでしたか。全くロックというものわからなかったんですけど、うん、今日ちょっとだけこうロックに触れられた気がして、うん、なんか新しい音楽の扉を開けられそうな、うん、こんなもんやないぞロックは。、ね、実はね、あやなつちゃん今日17ライブ、まさにライブの生放送をしながらやってくださってて、先ほどからねメッセージとか投げ銭いただいております。17ライバーのリスナーの皆さんにも、はい、よろしく。さあ、まこちゃん、はい、あなたが選んだロック、全然メール読まれへんかった。いや、ほんまですね、やっぱりね、これはもう、うん、当初からもう予測してた通りです。こう時間が全く足らんっていうね、うん、もう僕ねこれでもう24時間ぶつづけぐらいで話しても、うん、お互いのね、うん、あの話なんかを ほんまにもっといろんな人集まってねしたいなっていうのを本当に思います。ロックナイトを、まあ懐かしいレコードかけながらロックナイトして門前に料理やってもうて、最高ですね。そんなパーティーやりたいな。やりましょうか。ほんで、あや夏に17ライブ やってもうてな、配信してしてもらって、投げ銭山ほどもらおう。もらいましょう。ね、ということで、今日はね、パートナーはまこっちゃん、はい、そしてあや夏、そして、はい、ラジオステーションは石山の肉割烹門前さんにも参加いただきました。どうもありがとうございました。ゆうさんこと川本ゆうでお届けしました。また来週お会いしましょう。さようなら。